かんないように行くのがポイントかな。全部合わせていくような感じです。なるほど、合わせていくテクニックをちょっと皆さんいただいて参考にしていただければな。熱い声援をお願いいたします。イエーイ。じゃあもう俺から、はい、見せちゃったよ、これ。もう5点になるよ。じゃあまずは国際 B 級の木畑クロード選手から入っていただきます。上の何人か立っているところ、中段までは、まあ、おそらく登れるんじゃないかなと思うんですけど、あの先はちょっとかなり絶壁というかですね、難しいところなので、あの辺をどう処分して、どの辺までいけるかなというところで、前半のこのロックセクションもまあまあ、もう国際 A 級レベルのセクション設定になっているので、かなりちょっとハードな内容なんですけども、今のところ1点かな。ですね、いよいよここから、さあ木畑クロード頑張れ、開けろー。残念、うまくいかないっていう、この辺が多分野崎選手が言っていたポイントなのかなと思います。はい、大きな拍手お願いします。頑張りました、国際 B 級の選手です。補選お願いします。頑張れ。最初のステアなんとか登っています。おっと、なかなかここをちょうど雨上がりで今すごく滑るっていう何セクションになってますが、この後がいよいよ上りです。しっかり開けていこう。さあ頑張れ、ヒロジ頑張れ。いやー、やっぱりマインダーさんがいないとここは怖いですよね。実は高橋選手、ここ何回もね、僕練習で登ってるのを見てたんで、いけるかなと思ったんですが、なかなかやっぱこのギャラリーがいて一発勝負ってなると練習とは違う。この辺がトライアルのやっぱ面白いところで、難しいところですよね。はい、高橋選手ありがとうございました。岡村雅俊選手にチャレンジしていただきます。今年も全日本トライアル選手権スーパークラス最年長、現役生きる伝説みたいになってますけど、岡村選手ですね。お願いします。スーパークラスの、岡村選手たちはちょっとピンのステアがですね、さらに難しく組んであるので、ここの2段が見どころっていうところですね。さすが、おお、さすが、さすがですね。
スーパークロス、やっぱこのアクセル音が、エンジン音が全然違いますね。ここからが本番のヒルグライム。岡村選手、最高到達点まで登れるでしょうか。岡村頑張れ。クリーン見せていただきました。やるのね、本当にやるの、大丈夫。はい、じゃあ国際 B 級の選手チャレンジしていただきましょう。はい、皆さん拍手。はい、拍手員。頑張れ。落ち着いて、落ち着いて、落ち着いて。頑張れ。あそこね、ぜひ皆さん歩いて登ってみていただきたいんですけど、かなりの絶壁です。本当にもうトライアルやめたくなると思います、あそこ行くとね。えを作ってます。今登るときはだんだんこうスピードがね落ちるからいいんですけど、下るときはねどんどんスピード上がってっちゃうんで、僕もそれで一回怪我したことあるんですけど、下るの結構苦手だななんて人多いですよね。今日もなんか5セクションかな、なんかちょっと下るセクションがあって転倒してる方も見かけたんですけど、あの辺がこう安心して下れるようになってくると、ちょっとトライアルのテクニックも上がっていくのかなという。あ、やっぱここ怖い。もう3人がかりです。流れのように落ちてこないでくださいよ。大丈夫ですか、気をつけてね。ねえ、もうバイクはもう真下向いてますよ。ね、ここあの真壁トライアルランの練習する方も、あの不用意にやらないでくださいね。本当に大怪我しますから、必ずあのお助けの方とか仲間と一緒にちょっとチャレンジしていただければなと思います。おー、ありがとうございました。頑張りました。すごいですね、もうジャンプの到達点が高いですね。この辺はガルガルといった形で危なげも何もございません。さあ、野崎選手の、ヤマハ4ストロークはどんなサークルクライムを見せるんでしょうか。さあ、踏み切り頑張れ。
しい。ちょっとラインが狂いました。危なかったです。もう一回、やってほしいですか、みんな。ウィークエンドのミルクライマー見たいか。お、もう一回だそうです。お願いします。田村さん、うまい。ね、むずいんですからね。もう一回。俺がですね。みんなじゃないんだ。じゃあこの後ね、失敗したヒルクライム、皆さん拍手で上くんにパワーを送りましょう。頑張れー、頑張れ上くん。ありがとうございます。お疲れ様でした。余裕でした。やっぱりテイク2だけは SNS はアップしてくださいね。お願いします。はい。